ミミイイララっっててエジプトのミラってこう内臓を取るツタンカーメンだったらこの辺に刃渡れあってこう内臓を取って鼻のこの鼻行からひっかき棒のようなもので脳みそをこう出したりするんですけれどそういうのをいつ頃から始めたのかっていうとあの大ピラミッドの時代から始めてるんですよ 最古の,のミイラの,その内臓を取るっていうのが大ピラミッドを作ったクフ王の母親のヘテペレスっていう人なんですけどなんか私の中ではんかすげえなと思うのが自分のお母さんの亡くなった遺体からいきなり内臓を取って塩漬けにしてもやろうとするそういうイノベーティブなことをしようとするのがね内がが入ってる壺が、ね、あるあんですよ。写真撮ってたら怒られちゃいました。 <laughs> 内臓を取る壺の中の状態っていうのはどういうふうになっていくんですかそれこそいろいろですねもう4,500年前の,そのヘテペ,ペレスのもので言ったらもう見たらもうなんか砂みたいになってるものもあれば、はい、ちゃんと保存状態がしっかりいいものもあったりして現代の技術で調べるとツタンカーメン例えば内臓を調べたら最後、まあ、全部は分からないんですよどどういった系のものを食べてたのかツタンカーメン最後の日が分かると何食べてたんですか いやそこはね、分かると言われてますけど調査許可が下りてないですあ,<ー>あのあたりすごいセンシティブなのでそれこそミイラは<え>ミイラやっぱセンシティブなんです、ね、いやセンシティブです<ー>やっぱ日本でもあんまり想像できないんですよね。あですねだって日本の皇族の墓なんかね発掘調査すらできないですからね、はい、その中でもミイラで分かっていることってうとどういうところですか ツタンカーメンなんかはエジプト隊が調査した時に内反則だったとかあとあの死因が分からなかったんですけど最終的に多分戦車か何かで大腿骨かな骨折してるあとマラリアにも何度かかかってたっていうのが分かってたりするのでツ、うん、タンカーメンのお墓の中で杖がめっちゃ出てきます130本以上。 でなんか発見したのがハワード・カーターっていうイギリスの考古学者で、うん、いや杖マニアだとか言ってましたけど、えー、当時はだた,ただ <laughs> ミイラー調べると明らかかにやっっぱ足が悪かったんですよそ,かそれで壁画とかにも常に杖をついてる状態でやってたりするのが分かってたりするのでそういうことがすごく面白かったです、はい、いやだからエジプトの博物館行くとツ、はい、タンカーメンエリアがあるんですよね。はい、スタンカーーセットがバー 置いてあって、<laughs> ね、でも見応えがあるんですよね。<ー>やっぱなんか、行って良かったなと思いましてよ。まあ、もちろん、なんか大英博物館とかに比べるとね、建物とかは、割と質素ですけど。中に置いてあるものはすごいですよ。<laughs> ます凄まじいですね。凄まじいですよね。<laughs> 凄まじい。すげえの置いてあるなっていう感じでしたよ、本当に。はい、まあ、大英博物館も相当すごいですけどね。ただ、そうですね、チタン仮面のものとかは、やっぱり世界の中では、古代のものはって意味ですけど、古代の中でも。 圧倒的ですねこれはね。洞窟、うん、されなかったのが大きいですよね。<ー>そうですねはい。うん、無名の王だったので逆に洞窟されなかった。うんね、いやいやいや本当にすごかった。です。えー、スタンカーのミイラコーナーは、えー、やっぱり行かないといけないですよ、ね。これ行かないといけないですねこれ。これやんで。<laughs>